ご主人、準備できましたよ。それでは出発しましょう。前置さん前置さん。俺、こんな格好で行かないとダメですかな。はい、かっこいいですよ。パト様、似合っていますよ。アリシア、今からアリシアの会社に行くのにこんな格好でいいの？むしろ、私の主様らしくていいですね。でしょ、ほらご主人、早速地球に向かいましょう。そういえばコトカはどうしたの？もう会社にいますよ。コトカちゃんは勉強熱心だからもう今日の仕事の書類に目を通してますよ。そっかー、それじゃあ行こうか。なにこれー。ここが私の会社ですよ。アリシアコーポレーションです。帝国で生産した商品を地球に売っているんですよ。地球人では誰も生産できませんから需要が落ちたり、不正な量産は不可能ですからね。真似はできませんよね。地球にある物質は使ってませんから原材料を分析も不可能ですし。でもどうやってこんなビル建てたの？お金は？建設は帝国の配下人の創生神を数万名集めて作ってもらって、今はその人たちで全世界の会社と契約して販売を開始したり注文が来た商品の発送をしたりとすごく働いていますよ。とりあえず中に入りましょう。パト様にまだまだお見せしたいものがありますので。ほげー。なんだこの広い廊下は。ここが通路ですね。ここは帝国の技術を採用して、ここから行きたい部屋に自信や物を転送することができるんですよ。ですので、ここで帝国で生産した商品をすぐに持ってくることが可能です。帝国と地球は物流が限界でした。人だと安全性が確保できませんので、あくまで帝国とは物のみですね。あとは各国に設置した物流ボートに物と人を送れば効率アップですね。何言ってんだ。この金髪二人は。そういえばなんて地球に会社なんて建てたの。ご主人やみんなが地球に遊びに行くからですよ。まあ、帝国のお金は地球では使えませんからね。ですから地球でお金を得るしかないんですよ。でもこの規模だと得るお金より減るお金の方が多くない？大丈夫ですよ。恩恵や株を使ってますから劣化はありませんし、土地も帝国が国単位で買い取ってますし、エネルギー不足の問題もなしです。つまり、維持費なし、働いてもらっている配下人は帝国のお金を渡して、それを私が地球のお金に換金するシステムを作っていますし。つまり、地球のお金はただ入ってくるだけってことです。アリシアはすごくできる子でしょ、ご主人。できすぎてなんで俺の専属神なのかわからないレベルだよ。もう、褒めても何も出ませんよ。それでとりあえず帝国と貿易のある星にはこうやってアリシアコーポレーションを作って貿易を行っています。それで帝国の配下にある世界は恩恵を受けれるというわけです。ちなみにその商品を開発してるのがソフィアと月下ちゃんがいる技術開発部隊ですね。あのゲテモノしか作らない部隊。あれはソフィアの部隊だけですよ。ソフィア様の部隊は革命クラスの開発部隊、つまり帝国技術の未来を担う大事な部隊ですからね。私が扱ってるのは各惑星向けにニーズに合わせた開発をしてる惑星向け技術開発部隊ですね。こちらは神々の特徴を生かして作っています。知らなかった。配下神は7兆もいて、その下に中級神や下級神が無用対数レベルでいるのですから、その神々に役割を与えるのも帝国の仕事ですからね。役割がないと弱い神は消滅しちゃいますからね。かなり多いんですよ。空気中にある見えないレベルの無数にある中の一粒子を護衛するために生まれた神とか。生まれた瞬間消滅してそうな神だね。実際そうですよ。だからその神も私たちが新たな役割を与えて存在を維持しているのです。それ、配下神7兆とか言ってるけど、全体で言えば無限にいるってことなんぜ。その通りです。パト様はその神神社会の頂点なんですよ。責任が重すぎて失踪したい。では私は少し準備がありますので、別室にいるコトカちゃんと一緒にお待ちください。はい、西日本支部の今月の売上は820億。わかりました。ご報告ありがとうございます。メールが200件、各支部の結果成績書。あ、別惑星の結果報告書のメールが1万2800件。これを今日中にまとめて、アリシア様に出さないと。明日から新規の下級神の配属を、800万人分振り分けていかないと。それが終わったらその後の環境改善提案の書類と会議と、各惑星の環境問題と治安問題、あとその惑星用の言語の勉強も。コトカ、ちょっと休まない？パトさん、いたんですね。ごめんなさい、ちょっと余裕がなくて。メリア、役割分担についてちょっとお話があるのだが。そうですねー。ちょっと荷が重すぎますねー。で
ットどころじゃないよ。これ間違いなくブラック労働だよ。ブラック超えてダークネスだよ。ダークネス超えてブラックホール突入したかもだよ。てたか、休もう。時間はあるからね。いいえ、お気持ちだけで大丈夫ですよ。アリシア様はここに来る前にもう私の分担の100倍以上の量の書類を仕上げてから来てますから。私がやってるのはアリシア様がやったら数十分で終わる量の仕事なんですよ。アリシアと比べたらあかん。それにそれだけ稼いでも使い道ないでしょ。だからそんなに稼いでも仕方ないんじゃないかな。一応ここで得たお金はご主人、専属品、従属品は自由に使っていいことになっています。と言ってもパトさんの言う通り、先月の使用予算は100億に対して使われたのがたったの2億です。パトさん、マイホーム買いません。予算余ってると色々困るんですよ。国の経済的に。ちなみに余ったお金はどうしてるの？今はまだ保管してますけど、使い道はなさそうですね。資材は全部地球外から入手したり、創生品たちが資材を作ってますからね。人材は足りてますし、地球人に任せても扱えませんしね。それに下級品って、無欲な神がほとんどですから、存在できるだけで十分って神様が大半なんですよ。だから色々売り上げを吐き出せなくて。そっか、とりあえずメリアとアリシアと一緒にまた考えよう。そもそも事業展開しすぎなんだよ。やりすぎ。ですよね、私、地球の言語全部理解しちゃいましたよ。人ってやろうと思えば何でもできるんですね。どこかのアリシア方面で成長してないか、これ。おい、メリア、できる子なのはいいんだ。できすぎるのはどうにかしなさい。経済壊すつもりですか。やだなご主人、私がやってるのは帝国の経済ですよ。惑星の経済はアリシアが担当ですよ。そのアリシアを裏で支持している黒幕がメリアだろ。その主はパトくんですけどね。はっはー、俺が黒幕ですかい。知らないところで悪霊三昧してるなぁ。パト様、メリア様、ご準備できましたので Z999 室に来てください。とりあえず行こうか。さっきのは冗談ですからね。全責任は私ですから。いいよ、メリアたちの主は俺だし、何もできない俺ができることはメリアたちの責任を負って守るくらいだからね。適度に頑張ってくれたらそれでいいよ。え、すごい、ここ何の部屋？パト様の部屋です。地球の玉座、と呼んでいます。このアリシアコーポレーションの統括は私ですが、その私の主様の部屋がないのはどうしても気になりまして。なので、この風景が見えるビルの最上階をパト様専用のお部屋にしてみました。どうですか？どうですかって。すごすぎて。別に俺は社長でも何でもないのに。社長じゃなくて神々の国、帝国の国王ですからね。当然の権利ですよ。二人とも、嬉しいけど、俺は別に。私が尽くしたいんです。だってずっと尽くしたくても尽くせなかったんですから。ですからまたお時間ある時に遊びに来てください。その時はたくさんおもてなしします。ご主人、どうせ自分にはもったいない、ふさわしくない、って思っていません。よくわかったね。ふふん、ご主人はわかりやすいんですよ。勘違いしてはいけませんよ。ご主人、これは帝王としての部屋ではないんです。アリシアがご主人のために作った部屋なんです。だからご主人はアリシアのために使ってほしいんですよ。そうですね、プレゼントです。だって、俺はまだアリシアに何もできてないのに。ならこの部屋で私との思い出を作ってください。それが私のお願いです。そんなことでいいの？ご主人にとってはそんなことでも、私たちにとっては最高の宝物ってことですよ、ご主人。そっか、なら時間ある時に遊びに来るよ。あと、アリシア、せっかくだし仕事が終わったらアリシアの部屋に遊びに行っていいかな？すっごく、嬉しいです。ふふ、なら私もお邪魔します。目の前で聞いていかないなんて選択はないですよ。問題ないよ。別にゆっくり話したいだけだしね。多い方が盛り上がるよ。そうですね。今晩から楽しみです。お菓子用意して待ってますね。それじゃあコトカも呼んで政治組で楽しく過ごそう。それじゃあ早速コトカを呼びに行こう。メリア、アリシア。はい。わかるわコトカちゃん。そこの惑星の政治問題って私も面倒だなって思ってたのよ。それに相手側は要求だけは一人前ですからね。あの高圧的な態度はあまり好きになれませんね。ですよね、今度アリシア様に対応をお願いしていいですか？任せて、もし乱闘が起きたら私の無限で返り討ちにしちゃうから。同じ組織のメンバーが揃うと当然だけど武器大会になるよな。まあ、それも俺にとって大事な情報だけど。でもこんな時間も楽しいからいっか。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。
また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。